の会前に藤岡教会の整体行列に参加したとき、軽沢修道院の喫茶方の荘厳なグレーの長い襟と黒のベール、クリーム色のカッパを着て修道者としてのつつましやかな態度に触れ、憧れの気持ちを抱きました。私も修道院に入りたくて、軽沢修道院になんとか訪問し、入会を希望しました。その時の管区長様はメキシコ人のマザレ・ビアトリス・アギラルで、東京修道院にいました。それで軽井沢にマザレ・ビアトリスがいらっしゃった時、面接し入会を希望することを話しました。許してくださり、1961年1月6日、ご公言の日に入会が決まりました。でも私の家族は近所にお嫁にやりたいと思っているので、話すことはできず、家の者がお客様と新年会をやっている時、台所の戸棚の中に修道生活をしたいとの手紙の置き手紙を置き、裏口からサンダルを履いて途中で靴に履き替え、本庄駅まで急いで行き、電車で中軽井沢の修道院に行きました。でもその後、父が何度か迎えに来たので、修道院に3ヶ月ぐらいいて、家に父と帰りました。祖母はいろいろ私にお見合いしろと勧めましたが、私は返事をしなかったので諦めたのかもしれません。翌年1月6日に修道院に入ることを許してくださり、父が修道院の門まで送ってくれましたが、中に入りませんでした。神様が選んでくださった道、その道を自分もまた歩みたいと思った。神との意思の疎通に一致した自分の修道生活という、命の決定的な生涯の封建生活を生涯の生き方として捧げている現時点、神様に全生涯を委ね切った修道者としての心の安らぎを神様は祝福し、喜んで受け入れてくださいますように。